ヨハン・ヨーゼフ・ホフマンヨハン・ヨーゼフ・ホフマンはドイツ生まれでオランダで働いた言語学者である日本語中国語の研究を行いライデン大学の初代の中国語日本語担当教授となった日本語文典などの著作で知られる西洋においての真の意味の日本学の始祖と考えられるビュールツブルグに生まれたビュールツブルク大学で文献学を学んだ後 1830年7月、アントワープのホテルの食堂で、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトにたまたまで会ったことから、東洋学者としての活躍が始まった。シーボルトの日本の著作に協力した。ホフマンの研究は、東洋学者、スタニスラス・ジュリアンらから注目された。1855年に、ライデン大学の初代日本学教授に任じられた。1862年に、 日本のオランダ留学生、青春、津田真道の世話役を務めた。1868年に日本語文典を出版した会評価を得た。日本語研究として、日本研究、日本書紙がある。日本語辞典の編纂に取り掛かったが未完で終わった。日本の地を修正訪れることはなかった。ありがとうございます。